で、これ確認しようと。そうです。証拠保全みたいな気持ちですか。そうです。ですから同じように集めたら、ある程度集めたらグリーンピースに民間団体に分析してもらって、で絶対アスベスト入っていると思うので、私たちがそうは知らず犬の散歩したり、普通に歩いたり、普通に靴の裏につけたり、呼吸したものの中に一体どのくらいのアスベストが入っているのかを見るために、その12月15日に戻った後に、少しずつその家の周りにまだこんなに積もって、で雨が降るとドロドロのなんか何て言うんでしょう、もう土というよりもコンクリートですから、もともとそのコンクリートをこねたような泥状でベタッベタッてするんです。ベーストになるんです、ね、そうそう、はい、ですからそれをずっと取ってた、そこにずっと残ってたんで、近所からこういつも犬の散歩するたびに小さなこのサンドイッチ、サンドイッチを入れるためのね袋があるんですけど、こう反対側に手を入れてつまんでつかないようにして、でこうして止めて日付を書いて、ずっと箱の中に日付順に入れていったんです。ちゃんとしたサンプル採取したわけですね。あと屋上からは、まあ、定期的にカメラで真下のグランドゼロの様子を見ながら写真も撮ってましたし、非常に素早いスピードで大きな鉄の、鉄骨の、骨組みが解体されて、巨大なトラックでうちの目の前の通りを、一つの方向にこう運び出しているのも見てましたんで、一体これはどこに運ばれるんだろうっていうのも新聞やインターネットで検索しましたら、当時はまだちゃんと新聞にね、どこどこに持って行って、そのニュージャージーの方にあるスクラップヤードに持って行って解体されて溶かされて、韓国や中国の建材としてリサイクルの再利用されるために輸出されているっていうのを知ったので、いやでも犯罪現場でね保全しなくていいのかなとか、犯罪現場なのに。そうですね、ここの時点でもまだあれですよね、サルさんの意識としては、先ほど の起きた時のパラハバという言葉に対する、それ知識があっただけに、これが何か非常に強いプロパガンダで情報操作されてるんじゃないか、そういう政治的に何か一つのね、まあ、世論操作が行われる、その題材にされてるなという不安感はあった。ずっとありました。あったね。だけれどもそこで起こったものが何か特別なその戦争のようなことの出発点になるものではなくて、やっぱりまだ犯罪だと、まだ事件というふうにも思っていて、だからアスベストの問題は後々だからそこは平穏な状態になり、平穏な状態になればこそ生活が戻ってくると、その健康被害の問題が出る、だからアスベストを採取していく、それ以上の意図があったわけじゃないんですよね。そういうものを、証拠を集めようというのは。住民訴訟が必ず将来起きると思ったんです。で、住民訴訟が起きないために、帰ってきた住民に。何を目的に、誰が相手にする住民訴訟ですか。アメリカの連邦政府に対してです。で、戻ってきた住民が結局早すぎたわけですね、安全宣言が。それは東海村の時と同じで、早すぎた安全宣言なんですね。で、私のリポートの中にも早すぎた安全宣言、後の住民被害必ず出るから、その時の保障のについて記事が書いてあったので、私は自分にそれが必ず起きると思ってたら、案の定タウンミーティングが何回か開かれて、そのうちの一度私行きましたけれど、もうそこはもう愛国心一辺倒で頑張りましょうみたいなので、本当はちょっと違うんじゃないかな、これ公害問題だよぐらいの感じだったわけですよね。で、まあそういうふうに、大変なこの被災の日々が、まあ続いて、だけれども、まあ落ち着いてきますよね。で、それから以降どんなふうな暮らしぶりだったんですか。はい、もともと私大学生の頃から平和運動と環境保全運動をしていましたので、その興味がずっとあったので、現場での環境とか、あとはタウンミーティングで、2万ドルをキャッシュで連邦政府が上げるから、将来的に住民が集団訴訟しないというものにサインせよというね、通達があったんですね。で、それに実際サインして、未来永劫国を訴えませんってサインしてお金をもらう人もいるのを見ましたが、私自身は必ずみんなに健康被害やアスベスト被害が起きると信じてましたので、私自身は2万ドルもらいませんでしたし、それにサインしませんでした。
で将来に備えて、うん、でアスベストが35年後ぐらいに、うん、あの人肺とか出てくるというのは、うん、もう神戸の阪神大震災の被災者として情報は収集してましたので、うん、自分も30年後に多分、うん、あのアスベスト被害になるだろうというのがあったので、うん、そこの興味ともう一つはあの危機管理について自分の経験を通していろいろ学びましたので、うん、日本から行政視察ツアーが来て、あの埼玉県議とか松山市議の方とか、あの政府の関係の方がアメリカに来る時のコーディネーションと通訳と翻訳家として、あのアメリカのペンタゴンとか、ワシントンにあるフィーマの本部とか、ニューヨークにあるアメリカ赤十字、フィーマって何ですか？フィーマというのは、緊急管理庁って言って、突然の危機管理に対応するための連邦政府の機関の一つで、うん、なるほど。その後は独立したんですけれども、うん、その当時はあのホワイトハウス直轄 の、うん、あの大統領府直轄の連邦政府機関だったんですね、うん、そういうところへその日本からの視察団も連れてく連れてきました。ああ、じゃあまあ日々仕事がそういう仕事に変わってちゃったんですね。そうです、もうオペラどころじゃなかったんで、あの2000年にオペラデビューしましたけれども、プロになるのはもうやめて、もうもっぱら危機管理について勉強して、そのためのあの通訳コーディネートしてました。なるほど。じゃあそういう情報とか、はい、もうそのサンプル採取なんかもされてたけれども、だいぶそういう、まあ、物証も情報もたまってきてたわけですよね。写真もたくさん撮りましたし、動画も撮りましたし、なるほどね、はい、でそれで本を出そうとして、ある日本のある大手出版社の著名な編集者と会いましたらね、そんなグランドゼロというね、題名で現地のことを書く本なんていうのは、アメリカの方からいろいろもうすでに出てるだろうから、日本人がそのくらい書いたぐらいじゃね、売れないって言って断られちゃったんで、その大手で断られたんで、じゃあこのサンプルやね、写真はどうしたものかなということで持ってたんですけれども、あのすぐ出版する予定は実はなかったんです。なるほど。で、日本に来て、行ったり来たりされてたんですよね、講演なんかも2002年も、であの2001年に2ヶ月間日本に呼ばれて、いろいろなメディアとか、メディアの人たちの勉強会で、あの自分が見たもの、アメリカの報道部に、あの戦争に突入するための口実に、この、あの事件が使われたこととかいろいろ話す中で、その時には、いわゆるあの同時多発テロのしばらく経ってからアフガン戦争が始まりましたから、10月に始まりました。そうですね、であの時には僕はあのパキスタンとアフガニスタンの国境のトライバルエリアあたりを取材してたんで、あ、そうですか、実際行かれてた。同時多発テロが起こってすぐに行ったのは、みんなあのニューヨークに向かったんですけど、僕はまずパキスタンに飛びました。で、あの空爆、アメリカの空爆が始まるまでいました。空爆とともに撤収してきたんですけど、そうですか、はい、まずはそこだと、でおそらくやると思ったんで、そうでしょう。で、サラさんはアフガン戦争が始まって、やっぱりこれは戦争だったんだの口実に使われたんだと、はい、その時にはもうそういうふうにも思われるようになったんですね。それパールハーバーだから、なるほど、その時にはもうそういうふうになってた、